ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回は最新作のホラーゲーム、アンソロジー・オブ・フィアというね、ゲームをやっていきたいと思います。こちらのゲームですね、つい最近出たゲームなんですけど、デモ版の方を1年前ぐらいかな、クマコの方もやらせていただきました。で、当時は日本語版はなかったんですが、今回は日本語翻訳が入ってるみたいなので、そこら辺ストーリーもね、しっかり楽しみながら、やっていきたいと思います。ということで早速、プレイ。ニューゲーム。結構ね、リアリティ性の高いホラゲでしたね。Sorry I'm calling this late. I hope you're doing okay. I'm checking a lead. This woman claims to have worked in a mental health clinic. Says the boss had done something terrible. Claims she knows. I never knew Nate had problems like that. So she told me I'll find the answer there. And now I wish I hadn't left. But it's the strongest lead I've had. さあ、おー、感度高し。はい、フラッシュライトもありますね。Miss Ethan, are you there? I'm here. Are you sure you're not followed? 今から接触するのかな。What's next? I left you something useful. There's a closet next to the trash cans. Check the drawers. タブでメモを読む。引き出しからアイテムを取る。こっちか？右クリックでアクションを行う。あ、なるほど。てかこれデモ版と全然違うか。すんげえ感度がバリバリ高い。懐中電灯ね。こっちか。まだ立ち去ることができない。あ、じゃあ。あ、これ？あ、あるね。バール。鍵束、マグネットカード。Found it. Try not to draw any attention. あまり目立たないように。バール持ってたら目立ちそうだけどな。まあ、立ち去ることができない。あ、なるほど、開くんだ。閉まっている。これ右クリック押しながらのね動作っていうのが難しいよね。じゃあこっちも行けんのか。閉まっている。今やることとしては地下室に通じるドアがあるらしい。あ、これか。閉まっている。インベントリーには鍵とかあるけど、他にもあるのか？あ、これか。ぶっ壊してる。バールを使用しました。そして2階と地下があるね。地下は？あ、いける。電気がついたっぽいけど。かなり奥深いですね。あ、電気ついた。下に降りた。青いドア。閉まっている。ライトがどんどんついていくね。いいですね、この意味わかんない感じ。他に。奥行きがあるけど、青いドアを見つけるっていうのが今の目的。これか。うん、出入りしてないけど入ってるんだね。警報に気をつけて。とりあえずこのクリニックで何かあったことを探しに行くんだけど、そこで待ち合わせてる人がいて、そこに侵入していくと。なんだけど気をつけてくださいねっていう感じだね。
いや、どんな、てか前回のデモ版こんな感じではなかった気がするな。まあ外からスタートしたんだけど、結局部屋の中ってもう怪奇現象がめちゃくちゃ起こって、最後メンタマッチョ、ゴリゴリメンタマッチョかが出てきたっていうイメージしかないね。 I broke into the clinic. I don't know what I expected to find. Nathan, safe and sound. An answer just left thereIt's been almost 2 years. I was so wrong. もうすぐ2年になる。もう少し姉さんを見つけられるはずだと言っていますね。鍵束を使用した。はい、すべての鍵が使えるのか。あ、これは面白いものはない。 I'm in. Where will I find the archives? The patient's archives are on the C floor. 診療記録は C フロア。セキュリティカードが必要。 There's no electricity. Can I just use the crowbar? Breaking in would set off the alarm. あら、警報が。 You'll have to turn on backup power. So where will I find this office?A の53、鍵を置いておいた。非常用電源を起動してカードリーダーを立ち上げなければならない。 A53 を見ていかなきゃいけないと。ここでは何も見つからない。 A の02、開くんかい。ん、注射だ。まあ、A53 に行きましょう。スッとね。ここはカードキーか。 A の21。 全然開かないね。ここか。一周しちゃったわ。で、非常用電源ね。You said backup power? ラジオノイズめちゃくちゃあるけど、ディマルコ・アレクサンデル。神経刺激検査方法、ノンハズ心電図、オキシメトリー。睡眠時間566分、10分間の入眠戦時、覚醒まで10分間4回のレム睡眠を記録。脳波形異常なし。まあ異常ないんだね。結論に至るに十分な身体症状は見られない。患者は治療に対して反応を示さない。神経増強療法リスト入りを要検討。カセットレコーダー、ここは触らない方がいい。ん？朝飯前。ここは触らない方がいい。ここだけ触っていいの？お、ついたっぺ。記録ってさっきのやつじゃなくて、違うのかな。トランシーバー使えない。診療記録は2階のどこかにある。手始めにそこから探そう。ってことはこの先が階段だ。他のカード、2階に行くためにまず3階をってことか。ドアにカードリーダーがついているはず。あ、じゃあそのカードリーダーのついてる部屋を探せばいいと。これ鍵だな、普通の。あ、これだ。さて、あ、これ契約書の改定4、労働者は遺体の死後利用および
合意、家族、基礎行為の可能性を排除し、雇用者に利益を資する特定の目的ことに同意する。ん？他に紙ないぞ。さらに奥だ。ソーレンは珍しい名前だから見つけやすい。ソーレン S。 これじゃない、あ、これか。セオドア先生、依頼された通り 3667N のテープを事務所に置いてきた。デスクの引き出しの鍵が閉まっていたので本棚に置いてきた。ヒプノスってやつの事務所に移した。ヒプノス、H の棚もないね。ヒプノス、ヒプノスの部屋番号とかわかんのか。事務所に置いてきた。 MM違う。違うのか。まあじゃあちょっと部屋を違うところで見ないと。ジェーン36歳誕生日、アリス。こういう紙がなんか意味あんのか。アリス、ジェーン。 A と J 調べとく。A、 あ、違う。J、 違うか。とりあえず部屋出ろって話。セオドアの事務所を見つける。あ、これ？棚が揃っていない。 ABCDEFGHI でもヒプノス、あ、違う違う。書類は他の場所にあるかもしれない。ここから出てきたんだよね。ヘッドネルセス。お、患者27歳、突発性不眠症の治療経験あり、夜間悪夢のため何度か起きてしまう。抗ヒスタミン薬を服用し治療を試みたが改善は見られないと訴え、うつ病と妄想型統合失調症の家族歴あり。器具を取り付けたものの信号を拒絶した。17分36秒後患者はレム睡眠に入り、その後接続された。2台の車と複数のマネキン以外には何もない路地裏にいたそうだ。患者は交通事故に遭ったものだと考えた模様。困難を乗り越えるために患者の精神が物体を作り出しているようだった。マネキンからバールを取り、エレベーターにつながるドアを開けた。エレベーターには電力供給がされていなかったが、患者は空の発電機を作り出し燃料を見つけた。エレベーターに乗ると長い廊下にある古い別荘のような場所にたどり着いた。この階段においてヒプノス医師が神経刺激を行い、患者が入ろうと試みた部屋のドアを閉めた。患者は速やかに鍵を作り出し、廊下の行き当たりにあるキッチンで見つけた。これ途中までさ、自分のことみたいなね。アリス、ダニエルを学校まで迎えに行ってくれる。遅番だし、トムは家を離れてるから。I love mom。 パリパリ、なんだパリパリって。何も入ってないね。ちょっと下行ってみるか。あ、上もあるか。まだ上は D。
D05。 あ、ヒプノスだ。ヒプノスの部屋、これか。セオドア・ヒプノス教授、マッキンリーさんが例の件の報告を受け取りに来た。控えめに言うとかなり取り乱されていましたが、花瓶を投げつけるほどです。お言葉ですが、マッキンリーさんは教授のチームのパフォーマンスにひどく失望されています。我々の科学者たちはデータというデータをこの数ヶ月受け取っていません。教授、以前お話、電話した時から何日も経ってますよ。取締役会はモーフィアス医療クリニックを即座に休止する判断を下した。研究に携わる職員には有給休暇を取っていただく。この件を機密性を守るためには手段を選んではいけません。教授、あなたは責任なのです。ソーレンさんの家族に関してですが、一切の関係を断ってください。万が一、親類がこの件を知ることになったら、マッキーリーさんは教授自身、そして教授人生をかけたライフワークを保証することは金輪際ないでしょう。今週木曜日午後2時、シカゴオフィスでのミーティングにご招待します。教授、またはジョー先生のいずれかがご参加ください。J ってジョー先生か。マッキンリーさんはこのためだけにメルボルンからわざわざいらっしゃいます。実りある時間になればと考えております。ジョナサン・マッキーリー、個人秘書、デルフィナ・マリア・トレス。あ、これ役に立つそうもない。他にでも、ヒプノスの事務所にあるって言ったのは、これに違いない。え、これに違いないって言ってるけど、あ、これだ。なるほど。探して持ったものを見つけた。書類とテープがある。1階でテレビテープを観察しよう。ついに来ましたね。じゃあ1階に行って、ビデオテープ確かに見れる部屋あったね。ここだっけ。はい、ん、ビデオテープを入れるところの映像だな。あ、入れてるところ、ん、入れてるところの映像。電話が鳴る音。どういうことだ。あ、何が起こったのか覚えていない。事故ったのか。助けを呼ばないと何が起きているか理解しなくては。ここからか。この辺りよく車で通った。何か 役に立つものが見つかるかもしれない。ここからデモ版ですね。フラッシュライトがねえんだ。あそこに人がいるよね。顔はね、マスクしてますね。普通の燃料缶。向こうにいますね。バール。これさ、さっきのあれと一緒だね。何もないところでバールを見つけるなんて。まあいい。ドアを開けよう。ビーってなるね。どこのかのドアだな。これだ。そうそうそう。家に入っていくんだよね。ここを押してるような気がする。なぜだ。で、発電機で、パネルは使えない。発電機は何かを探してみよう。
燃料がない。タンクは見当たらないが燃料管なら見つかるかもしれない。さっきの燃料管だね。あ、マネーキンがいなくなってる。これでじゃあ患者のさ、あれなのかな、記憶だったってことなのかな。記憶というかその実験の時にね、会った時の。あ、はい、オッケー、これか。さあ地下なのか上なのか行きましょう。この赤い、お名前伺いしてもよろしいでしょうか。ネイサン・ソーレン。ネイサンの記憶ってことか。これはまだビデオ見てる最中ってことだもんね。さあ到着いたしましたね。あ、マネキンの手だ。自分で開けるシステム。ここは一体何なんだ。あったな。エレベーターに乗ったらここに着いた。何が待ち受けているか想像もつかないが外より安全そう。これ以上エレベーターは動きそうもない。何か役に立ちそうなものを探すべきだと。これね、そうだ、操作性もそうだけど結構大変だったイメージがあるね。絵が描いてある。あ、フラッシュライトやっぱ持ってないんだ。でここがなんかちょっと記憶が蘇ってきてるような気もする。これはただのピアノですね。一応見るけど大して何もなかった気がせんでもないな。ベッド、何かあるけど引き出しがない。ちょい暗ですね。特に面白いものはない。いや雰囲気いいですねやっぱりね。デモ版でも思いましたけど。でちょっと光が出てる部屋が閉じた。さあ地下に行きましょう。これはエレベーター。でも簡単に行けるね地下。あ、どういう状態、勝手に開いたのか。インベントリーは今何もないね。さあ、あ、黒い影というか。あ、パリンチョス。あ、なんか肉が。何なのか知りたくない。見ているのも耐えられない。鍵だね。小さな鍵。あ、懐中電灯も。小さな鍵。お、パリンチョス、パリンチョス。あ、これ？ん？何の音だ？お、椅子がどんがらがっしゃん。あ、ここか。Do you hear me？ いるよ。ビデオがたくさんだ。で？つけてと。WAK Wake Up。 ネイさんか。 Wake up ネイさんプリーズって。あ、誰かいた。君が悪い。君移動したね。
誰もが見かけてないものだと、ものだからより不安になる。一緒にいるような気がするって。こっちに行けて。お、エレベーター開いた。一文字一文字出されたらね、混乱するわ。あ、また誰かに話しかけられるね。ヒピノス先生と姉さんが会っていた。エレベーターには意思を持っているかのように誰かがいるに違いない。誰かに誘導されてるみたいなことかな。はい、あ、全部閉まっているっぽいですね。はい、こんなんでもなかったような気がするな。まだパソコンを直してない。エンターと天気はなんとか動くけど、それじゃまた後で。ロブ、このモデルにはとても見覚える。動かしてみよう。何かわかるかもしれない。天気は動くんだけどね。動いた。システムを起動する。ああ、なるほど。両方起動するじゃん。ああ、番号違う。モーフィアス64インタラクティブシステムへようこそ。ご用件をどうぞ。君は誰だ、ここはどこだ、君は誰だにしてみる。マークス、モーフィアス自立型知識システム。私の主な役目は手伝いをすることです。ご用件をどうぞ。君は誰だ、ここはどこだ。ああ、ここはどこだ。情報の取得に失敗しました。エラーコード。助けてくれるかと。助けてくれるか。おお、続行できる。ん、最善策を見つけた。ジュリコを探す。あ、ジュリコじゃない、ジェリコ。分かったのはジェリコを見つけるということ。とにかく前に行動してみるしかない。ジェリコを探す。もうでもじゃあ何もできないね。ジェリコを探す。ファインドミー、これか。本当だ、電気を消すだけでいいんだ。さあ次はネイさんの次。まもなく先生がお見えになります。さあ、じゃあ接触している、あ、下の階に着いた。確かに違いが分からんけど、でも一緒だね。3時だったな。ちょっと違うか。急に惹かれ始めた。お、すんごいぐるぐるするね。さっきとはやっぱり違うね。塞ごうとしてるのは何のため。お、マネーキンが。あら、足が上にあったのか。さあ先へ行こう。作りは一緒だね。
ただ鍵が開くとこ開かないところが、あ、でも入ってるものも一緒だ。パカパカしてるけど、カセットテープ、カセットテープは聞くとこあったか。あ、これか。ん、心電図。電話が鳴ってるけどピーってなっちゃってるね。姉さんは死んでるってことか。ここは、あ、マネキンの手が、マネキンが浮いてるね。あら、壁からマネキン。さあ、さっきと似たような作りの場所ですけど、なんか、あ、いるマネキン。どうやって開くかわからないけど、何かしらあるんだろうな。椅子だ。ソファーがあって、壊れている。電気はつかない。消えたぞ。シャンデリーゼが。あー、高く積まれた椅子。電話だ。電話どこにある。あー、外が変わった。あれ、しまったね。いろいろ鳴ってるけど、さっきね、お肉が入ってたとこ。何を期待したんだか。開いたね。こっちには何もないか。あ、懐中電灯が切れたぞ。あ、手のマークになってる。明かりがある。ん？あ、さらに奥に道が。あ、マネキンが覗いてましたね。黒い影の子だ。また変な絵か。これろうそく。あ、でもさっきのところに戻ったってことか。じゃあエレベーター開くかもしれんな。あ、マネーキンが集団で。どうやって開くんだろう。上か。説明がつかない。頭がどうにかなりそう。ここから抜け出さないと。ここマネーキンの手の部屋だね。あー、元来たエレベーターでもいいのか。あ、パリンチョス。あ、パリンチョス。あ、こんなんあったか。あ、開いた。いいですね。どん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 なんか階層が深くなっていくというかね。うん。どういった真実というか、姉さんにはあったのか、わかりませんが。Good morning, Mr. Sword. How are you feeling? これ先生の声だね。I'm okay. Just a little stressed. はい。あ、さっき来たね。出
できれば長くとどまりたい。開かないのは、あ、開くの開くんだ。どん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 開けれる扉というかが増えてくるってことか。ここは開かない。もう一度試す価値はある。システムを起動する。これ一緒だよね。はい、ネイさん、あなたの名前です。この情報を提供しました。助けて。続行。他のユーザーの存在を検知した。おつなぎができる。他のユーザー、高次元セキュリティレベルでマークスを使用している他のユーザー接続しかない。あら、壊れちゃったよ。電話はダメ。おか？開いたね。ブレーカー続けて。お、知ってる人なのか？俺を知っているのか？もちろんさ、姉さん、前に会ったことがあるだろう。今は時間がないんだ。誰だ？聞いてくれ。抜け出すんだ。ジェリコって誰？ゲートのすぐ近くにいるじゃないか。頼むから中には入らないでくれ。ん？どういうこと？ゲートのすぐ近くにいるじゃないか。頼むから中には入らないでくれ。その中にはっていうのは、このマークスの中ってこと？何かの間違いでここに来たんだろう。そうに違いない。どうやってここにたどり着いたか覚えてないか。はい、車の中で目覚めたらここにいたんだ。事故にあったのか。それなら説明がつく。どこに行ったらいい？下の階に行くんだ。立ち止まらないでくれ。詳しく教えてくれ。このパソコン処理遅いな。ユーザーチャットが退出した。一人じゃなさそう。とにかく助けてくれると約束してくれた。あとはエレベーターに乗るだけだ。じゃあエレベーター乗りましょうか。まあ、言うならここがアンチってことなのか。なんかね、そんな感じするよね。そこでそのストーリーラインが分かりつつ、さっきの回廊みたいなところは何かが起きていくみたいな感じなのかな。 You're lucky to be a part in this program. We will provide you with the best care. ああ、プログラムっていうのはこの治療プログラムってことね。それに姉さんは関わったけどどうなったのって話なのか。またもや答えには近づいているかもしれないけど、あ、脳みそか。くちゃくちゃ言ってんな。ここか。うねってるね。カセットテープに気持ちが悪い。死人が貫かれている。死人が何人見える。冷酷に殺され、彼の死体は泥の塊と化した。目を向き驚きを隠せない。デイビッドはこんな風に死ぬとは思いもしなかっただろう。心臓に突き刺さった冷たい刃、内臓はバラバラだ。なるほど。あ、またいたね。
この選択できない。ああ続けましょうっていうのは治療ってことだよね。電話が鳴ってるけど続けている。まあ進行はしているって感じだね。死人がゴミの中に横たわっている。一体何人の死人が罰せられるためにここにいるのだろう。多くの人が、そして子供までもがその中にいた。将来有望でまだ若いマイケルも、死んだ者もいる、死にそうな者もいる、そうでない者は隅に横たわり静かに泣いている。彼は精神を病むには若すぎた。薬に水銀を混ぜた、注射器を握り死に耐えた。なぜこんなことになったのか誰も理解できない。とても、あ、開くじゃん。あ、マネーキン。3人がソファーに座ろうとマネーキン。動き出さないことを願うが。今度下から始まってんのか。あ、ベッドドーン。死人が木にぶら下がっている。何人見える。ジェイソンがすぐそこでぶら下がっている。もみくちゃの人生だ。いい旦那であったとは言えないが、娘を愛していた。妻は全部知っていた。だからグラスに悲しみを紛らわせた。あの子は父親と同じ運命をたどった。草むらの上に死体が転がっている。3番目の奥さん、4階から飛び降りた。もう寂しくないだろう、これでみんな一緒になれるから。悲しい死ですね。はい。あ、マネーキンが見に来たのか。さあ行きましょう。ちょっとなんか血がついてるね。赤いぞ部屋が。ん？何かが足りないよう。ジェイソン・ライアーズ・ヒア。デイビッド。あ、ウサギ。なんで役に立つそうな気がしたんだこいつ。吊るされるマネーキン、怒涛出てくるマネーキン。首。いいですねマネーキンのね、恐怖演出っていうのは。この辺いいか。お持ちだ。ウサギの像がマイケル・ライアーズ・ヒア。王朝。デイビッド。さらに奥か。各赤い部屋にさ、ウサギの像があるのかな。ここで何があったのか。あ、ちっちゃい子だね。誰かの嘘がここにあるよって言ってんのか。秘密ってことだね。さあ、口止めされてるマネーキン。誰かのは開くことがあるってことだな。
ああ、そういうことか。ああ、ゴミの中に横たわっている子供までもがその中にいた若いマイケル。子供がいるところにマイケルか。あれ、文章って他にどこにあったっけ？この文章の通り、あ、これか。デイビッド、心臓に突き刺さった、内臓はバラバラ。刺されてんのがデイビッド。子供がいるところがジェイソン。あ、違う、マイケル。デイビッド刺され、マイケル、子供。デイビッド刺され。ジェイソンはぶら下がってる。ぶら下がってる。なるほど、なるほど。デイビッド刺され、マイケル、ここジェイソンだ。ジェイソン釣られ、デイビッド心臓刺され、マイケル、子供。笑い声聞こえた。下の階で何か聞こえた。下の階ってことはエレベーターで行くのか。てかさ、気になるけど引き出し開くのかな。開かないんかい。こっちだ。あ、誰かいる。のそりのそり。声が聞こえるけど。これか。よし、行きましょう。あれ？今誰かいた気がする。運が悪いのか、ここから立ち去るの何か拒んでいる。電力を復旧しないと。電力を復旧？そんな場所あったっけか。手が4本になってる。暗いな。一体何が起きてるんだ。あららららら、ここは一体何なんだ。 You found jelly ジェリチョウジェリコ卒業証書。あー、姉さんの嘘。ああ、先生のだ。ヘプソン。あ、ヒプノス。ヒプノスの卒業証書だね。ここで切れるのか。その電話が何だったのかって話だな。でもヒプノス先生の あれっていうかここにねえのか。あったわ、ウサギ像。あ、チャカチャカチャカ、そういう場面が出てくるってこと。でも、エイムとかないもんね。部屋は一緒だ。あ、マネーキンたちがお出迎え。素晴らしい。動くやつがいるのかい？あ、なんか。どういうこと？マネーキン。電話が鳴ってるみたいだけど。食らった？
き金は引けない。何かが引っかかっている。困ったもんだぜ、そんなもの。でももういないんだけど。何かが、でも電力がさ、どこにあるんですか。復元する何か。あ、開くんかい。あれか、この銃は電話の音に反応して作動した。ここには他にまだブレーカーがある。電話の音に作動する銃、あった。あとは一個ずつ進んでいく感じか。3つの部屋に全部あるんだよ。あ、引き金引けないよ。どういうことだ。当たればいいのか。食らってんのか食らってないのか分からんけど。冷静だね。ようやくここから出られる。誰かにからかわれてるとしか思えない。エレベーターが動きさえすればいい。これさ、銃じゃなくて電話じゃん。何のための。銃型電話。馴染みがない。あ、緊張してるんだね、この治療というものに対して。ちょっとずつなんか、ああ戻ってきたね。狂気から抜け出すことができた。銃に化け物、現実とはまるで思えない。かかってはいけないんだと、とにかくもう安全だと。あの人物がいることを願う。さっきのね、チャットした人だよね。システムを起動する。全然起動しませんが、インタラクティブシステムへようこそ。そんなに嬉しいのか。お役に立てる。どういうことだ。お会いできないのは非常に残念です。どういうこと。お、接続を願ってチャットに参加。入ったよ。助けてくれるか。残念だが君にここにいる理由が分かった。脱出方法を伝える。残念だが、残念。後で教えるが、まずはここは抜け出さないと。どうやって抜け出すか。あと何もかも忘れてしまうだろう。忘れてしまうってなんだろうね。外に出たら電話に出るんだ。何があろうと電話に出ろ。そうでなければ助けてやれない。それだけか。いいとこでいなくなるね。これで終わりか。あれ、電話なくなってんじゃん。幸運を祈るよ姉さん。また後で。謎の人物が助けてくれた。エレベーターに乗れば抜けれると。はい、ということで今回はこの辺までにしましょうかね。結構ボリューミーな感じになってんな。で、この姉さんがなぜここにいるのか、そしてここにいる理由が分かったというチャットの相手で、そうだな、
ここで何があったのかっていうところだね。とても、恐怖演出もどん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 マシマシになってきているのでね、とても楽しみに、次回もしていきましょう。ということで今回この辺で終わりです。皆さん良き夜をお過ごしください。